ヒカキン TV Everyday 第2回ヒカキンと行く47都道府県ラーメンダーツの旅。どこ刺さるかね。ブンブンハロー YouTube。 どうもラーメン大好きヒカキンです。この企画の第2回がやってきました。ヒカキンのラーメンダーツの旅。前回初回のね、第1回目は北海道に刺さって北海道編がね上がってるんですが、もう本当に楽しいね旅だったんですよ。見てない方ぜひ概要欄からご覧ください。で、今回第2回本当にダーツ投げて刺さった県にラーメンを食べに行きます。あとはちょっと調べて観光もできたらなと思っております。でね、本当にちょっと手首とかがキュッてなっちゃったり、投げる力が弱かったりするだけですげえ方向に飛んでったりするんですよ、ダーツって。だから前回も本当にね、そんな北海道狙ってないのに、ちょっとあって思ったら、もうピューンって北海道の方行ってたりするんで、じゃあ、ダーツ、投げていきたいと思います。ダーツ。さあ、やっていきましょう。これドキドキするよね。前回は北海道だったんで、なんかどうしても右になんか飛んじゃったんですよね。手首のなんかスナップ的に。なので、できたらちょっとこっち側の西とか南の方を狙って投げたいと思います。それでは泣いても笑っても一発勝負いきます。 3, 2, 1, 5。 すまっすぐ、せーの。これはゴーゾークマモンだ。クマモン。熊本ってどんなラーメンあるんだ。豚骨系かな、やっぱり。観光とかもしたことないよね、確か俺熊本。楽しみ。しっかりリサーチしていきたいと思います。はい、ラーメン旅当日の朝です。4時半です。というのもね、熊本せっかく行くならラーメン以外にもね、観光も全力でやろうと思うんで、始発レベルの飛行機でバーン行ってラーメン2店舗と熊本観光も全力で日帰りで楽しんでいきたいと思います。じゃあ行ってきます。うん、ラーメン、うん。うわ、すげえ。朝の6時前くらいなんですけど、人めっちゃいる。やば。ただね、年配の方が多いですね。ツアーとか修学旅行生とかはね、全然いないですね。やっぱり時間が時間だから。セコムしてますか。ファミマの自販機や。我慢我慢。セブンティーンアイスも我慢。弁当も我慢。飛行機ふーと思ったら俺が映っちゃう。まだ暗いですね。半袖で来たら寒いな。じゃあ飛行機乗ってきます。青空は見えなそうだな。車はなるべくお控えください。および普通席におきまして毛布枕にお掛けください。
きました。晴れてる。結構寒いな。おっとクマモン、空港の出口にもうクマモンがいた。おおおお、ここ行こうかな。ここおお、あ、やっぱすごいんだな。熊本といったらワンピースだからね。小田さんの故郷です。うわー、すごい、こんなにあるんだな。どうぞ。うい、めっちゃ晴れてるけどね、めっちゃ寒いっすね。ちょっとびっくりしたね。九州だから暖かいのかなと思ったら超寒いっすね。それじゃあもう早速ラーメンいっちゃいます。うい、よっしゃー、ラーメンだいやー楽しみだな。よっしゃ、熊本ラーメンだい。あれダムだ。もうやっぱりね、これラーメン旅ですから、もうラーメン食べて帰るだけじゃないんですよ。そう、熊本でいろいろ検索したらですね、ここが出てきたんですよ。フォレストアドベンチャー美里さんっていうね、すごい大自然なとこに、これ朝市に今来てるんですけど、なんとね、ここジップでこのダムを往復できるんですよ。もう1キロくらいあるんだって、往復でね。ちょっと来てみたんだけどね、超怖そうなのよ。まあこれやったら、まあでも腹ペコペコになってラーメンいけるかなってことで頑張ります。じゃあ早速、はい、では、はい、まず誓約書を書いていただき、誓約書、誓約書え、あの、そう、いわゆるそうですね、何かあっても、何かあってもまあ自己責任ですよ。責任はこちら。おーいそうですね、はい、でもなんかそんな、なんかね、とんでもないことはあんまないですもんね。ないです。はい、なので、はい、安心してあ、そうですか。はい、わかりました。ではよーし、体重110キロまで、セーフ。はいはい、はい、こういった外でのアクティビティはあまりないですか、経験は。いや、でも、昔一回バンジージャンプのちっちゃいやつだけやったことあるんで、多分大丈夫なんですけど。大丈夫です。バンジーに比べたら全然大したことないんで。そうですか。ただ、はい、ワイヤーの角度が下向いてるなーっていう、はい、だいぶこいつに全てを託すのか。約90キロあるんですが。あ、大丈夫です。だいぶヘビー級な方ですもんね海外アクティビティなので。ああ、そうですか。そうです。これもフランスかとかから取り寄せてるので。はい、よし、じゃあ100キロの人もかつていましたもんね、はい、よし大丈夫です。大丈夫だ。では今から編み込み始めます。よろしくお願いします。今までありがとね。うわ、怖いけど大丈夫ですもんね。行ってきます。熊本の美味しいラーメン食うぞ。行ってきます。うわ、水だ。ああ、怖い。ああ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 あ、全部後ろ向きでした。怖かった。おお、すげえ、この距離来てんだ俺。
前向きたかったな。帰りもあるから、帰り前向こう。スタートした瞬間はゆっくりだけど、あの真ん中くらいでちょっと恐怖を感じるのよ。生きてるわ。景色いい。こっち側も下手したらこっちの方がいいんじゃないかって感じだな。これビビらずに滑ってきた人だけが見れる景色です。いや入ります。行ってきます。こっちははしごスタイルだよ。縄はしご。あ、怖え。やっぱこれね、滑るのよりここ登るのがね一番怖いかもね、本当に。これは大変だ。よいしょ。これは足場をもうちょっと大きくしてほしいですね。これ怖っ。アドベンチャーだからな。行ってきます、帰ります。てかラーメン食いに行くんです。 GO。 なんで後ろ向きになっちゃうんだろう。いやー、うわー気持ちいい。ありがとうございます。絶対後ろ向きになるね、これ初心者はね。でもね、帰りはもうちょっと慣れてきて楽しかったっすね。登んのが怖い。さ、修学旅行生がこれから滑るそうなんですけど、いやー勇気あるな。ドッキリみたいになってるな、いきなり俺講習中のところに修学生に忍び寄る影。映っても大丈夫ですか？大丈夫ですか？怖いよ。怖いよ。すっごい怖いよって感じで、頑張って。すげえ怖かったんで楽しんでね。ありがとうございました。はい、今からタクシーで1軒目のラーメン屋さんの近くまで行きます。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。すごい色のタクシーですね。そうですね、蛍光色だ。やった。ちなみにやっぱりこうよく行くというか、はい、お客さんとかでよく行くラーメン屋とかあります？私まだ文龍さんに。ああ、はいはい、はい、とやっぱり国定さんも行きますね、はい。うーん、ジムも拝見しておりまして、はい、熊本にもぜひ来ていただければ嬉しいのになと思ってたんですよ。いやー、バッチリ出演しましたよ。もう本当びっくりしました。いや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 。そう、本当にダーツを投げて、はい、熊本に刺さったので来たっていう感じで。 あ、そうなんですね。ダーツのラーメン旅なんですよね。あ、そう、最初北海道で、はい、次はやっぱりこう南とか西の方にと思ってちょっと狙って投げたら熊本に。ありがとうございます。ありがとうございます。僕もしっかりこう観光したことね、なかったので。そうですか。はい、もうぜひぜひありがとうございます。楽しみです、うん、美味しいもの食べて帰っていただければ。昼夜ラーメンなんでね。はい、そうですね。あのワンピースやっぱすごいですよね。ワンピースはすごいです。それこそ各タクシー会社あの貸切ツアーがあります。ああ、ワンピースのあの銅像を巡る旅みたいな、はい、巡る旅です。はあ、もう一日ではちょっとなかなか8時間で難しいぐらいで。ああ、そっかそっか。いくつかお好きなだけを回り巡られる方も多いですね。でも下手したら外国人の方もいらっしゃいますもんね。はい、いらっしゃいますね。すげえ、やっぱり。あの駅前の駅ビルにはワンピースショップがあるんですよ。はい、はい、そこでもたくさん買われてる方がいらっしゃいますね。すごいっすね。ワンピースはすごい。ワンピースはすごいですね。はい、ありがとうございました。よし、着いた。熊本駅着きましたね。こっから歩いていきます。せっかくなんでお散歩です。
ビッグカメラとかあんだね。なんかめちゃめちゃ駅綺麗だな、熊本駅。こんにちは。こんにちは。あ、すっごい。あ、本当ですか。映っても大丈夫ですか。大丈夫ですけど。はい。あ、全然。あら。あら。ハロー YouTube。本当ですか。わーい。だからこれから僕ラーメン食べ行くんですけど、国定って知ってます？お、美味しいですかね。わーい。行ってきます。はい、嬉しい。ありがとうございます。いいよ、いいよ、全然。よいしょ。よいしょ。はい。おはようございます。今日頑張って。はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは。まあ、なんか電車みたいのが、なん路面電車が通ってる。あら、ラーメンどこかな。もうちょっとで着くらしいんですけど。うーん、おお、川が綺麗ですね。釣りしたいな。さあ、橋を渡ってもうすぐかな。ありました、王将。もう食べたいけど我慢で、はい、ラーメン旅です。あら、マルマル、またバレたするんか。あら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 、マルマル、はい、車気をつけて。マルマル、見てる見てる。あった、どっしり構えている。これがあった、国定。はい、熊本一軒目は国定さんです。はい、今国定で話しかけてくれました。美味しいですか、やっぱり。美味しいです。うわー、もういい匂いしてきてて。え、生卵あれ、おすすめは。生卵嫌いなんであんま食べないんですけど。ああ、そうですか。じゃ半熟卵とか、卵ないやつ。卵ない。ああ、そうですか。でも一番ポピュラーなのはあの卵乗ってるやつ。あ、じゃあ俺それにしようかな。バーイ。熊本ラーメン国定行きましょう。入店ゴー。あ、大丈夫です。はい、わあ、いい香り。今回は卵入りラーメンと国定豚骨餃子 A セットをいただきます。メニューもいろいろあるね。うまそう。卵入りラーメン、国定の一番人気&定番メニュー。卵が大好きだった初代おかみが考案。卵屋さんから届くこだわりの新鮮卵は黄身の色つやが違います。黄身2個、肩ロースチャーシュー、ゆでたてもやしをトッピングした国定ラーメンのいいとこ取りの贅沢なラーメンです。いただきます。卵を溶いて、わあ、初めてだよ、生卵が入ってるの。わあ、すげえ。
うわスープから。脂肪分が少ない豚の豚骨を大量に炊き上げているため、あっさりとしつつも骨髄のコクが出て味わい深い仕上がりです。ラーメンに必要以上な糖や油を加えない調理方法は1957年の創業から変わりません。ニンニクの焦げた味がすごい、ほんのり苦みがあって、もやしがすげえ、めちゃうまい。麺はつるつるもちもち食感の自家製麺、石臼ひき粉と数種類の小麦粉をブレンドし、気温や湿度に合わせて職人が作ります。卵や卵白粉など卵由来の食材不使用なので、卵アレルギーのお子様も安心してお召し上がりいただけます。続いては食べ応え抜群のチャーシュー。豚のさまざまな部位を手作業で一つ一つ丁寧に仕込み、黒帝の秘伝のタレで味付けしています。柔らかいチャーシュー、からの餃子。食べ始めて一瞬でもう終わりそう。いや美味しかったな。あのね、卵バーン乗ってニンニクすごいみたいなの書いてあったから、なんかルックスもさ、すごいジャンキーに見えて、あのとんでもなくジャンキーなこってり系のラーメンなのかなとか思ってたんですけど、食べてみたらね、すごいこうスープはサラサラしてて、全然脂っこくなくてですね、あのスープまで気づいたら全部飲み干してましたね。店主さんもねおっしゃってたんですけど、老若男女が美味しいと言えるラーメンだと。まさにその通りでね、近所に住んでたらね通うね。卵もね溶け込んでね、少しマイルドになってね、ただニンニク油の焦がしが効いててアクセントになってて、バランスも良くて、麺もねちょっとだけあの豚骨ラーメンのめっちゃ細麺ってわけじゃなくて、その麺も好きでしたね。よし、じゃあ2軒目ラーメン行く前にちょっとありったけの夢をって感じで、ルフィ行きます。はい、今ねルフィ像の近くってとこに来てるんですけど、なんかもうほらこの辺からイチョウがすごいのよ。行ってみましょう。そうタクシーのね方があのイチョウすごい綺麗だからって言ってたんで、多分この辺だと思うんですけど、ルフィの気配ねえな。お、なんかゴミ拾いしてる。お、こんにちは。いやー、こんにちは。ルフィってこの辺ですよね。おっしゃ、熊本のいいところはどこですか？水がきれいなの。あ、そうなんだ。へえ、あ、飲んで帰ろう。ゴミ拾いしてるんですね。はい。えらい。え、これ授業中ってこと？あ、失礼しました。頑張ってください、ゴミ拾い。バーイ。じゃあね、頑張ってね。なんか TikTok みたいなの撮ってる子がいるな。混ぜてくんねえかな。
ゴリ押しで行ってみようかな。不審者に近いよね。一緒に撮ろうよ。TikTok 撮ってんのかなって思って。入り込んでいく。こんにちは。うわー。そうなんですよ。ルフィ見に来たんですよ。いやー。わー嬉しい。わー。やったー。すいません TikTok 撮ってたのに。はい。全写真一緒に撮ろうよ。はいはい、チーズ。いや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 。うわ、いっぱいいる。いいですよいいですよ。よーし、ありがとう。ありがとう。熊本の皆さんは優しいな。ありがとう。あ、やばい、やべ、ヒガキンじゃないんです。覇王色の覇気を感じる。うわ、やばい。覇王色の覇気で倒しに行きますね、僕彼らをね。行こう。初対面だけど行っちゃおう。やってる人いるもんな。ちょっと待って。いや、ギアセカンドやってる人いたんだけど今。よし、行ったる。ゴムゴムのゴムゴムのこんにちは。まあ一応ルフィに会いに行きました。すいません、いきなり来ちゃって。よーし、覇王色の覇気で。あ、ちょ、大丈夫ですか、取っちゃって。よっしゃ、やった。すげえ。うわ、でかい。すげえ。うわー、あ、え、栄一の小田さんの手形。これほら、大きいですね、手が。うん、すげえ。腹筋割れてるね、ルフィ。いやかっけー。いや、来てよかった。あ、確か。でね、ここでしかゲットできない限定のフィギュアが売ってるらしくて、それをちょっとせっかくだから買ってね、家に飾りたいんでね。おお。復興は続く、新たな冒険って言って、これくまモンとルフィがね、肩組んでますね。これちょっとくまモンの方が強いかもしれないですね、ガタイ的にはね。やられるかもねって感じで。まあでもくまモンとワンピースがね、熊本にはいるっていうことで、これ素晴らしいね、心強いね。うわ、ん、やば、すげえ。小田さんの色紙が、うわー、ゾロもいるわ。あ、それもこれも小田さんの手書きのメッセージですね。すげえ。ルフィ像立ってからまだ5年ぐらいですよね。4年新しいんですよね。うわー、すげえ。え、これなんですか、これ。人形ドアドリー、セアブナック、熊本の伝統芸能、ワンピースとコラボレーションしたんです。あ、そうなんですね。どうりです。チョッパーだけ普通だもんな。ほんとだ、ルフィで、ゾロで、あ、ヒルルクとプレイヤー、あら、サンジにしてはおかしいなと思ったんですけど。あ、ヒルルクとクレア、あら、あれ。なんかもうまるでね、いたずらで貼られたかのようにパーンと貼ってあるけど、公式のものです。すごい、至る所に手配書が貼られている。あら、ナミが
こうやってセクシーなポーズしてて正面見たらこれサンジが見てねえよ、喜んでんだよ、素晴らしい。だってこれローソンにさ、もう入り口にフィギュアめっちゃ並んでんの、すげえ。あー失礼します。うわーめっちゃあるやん。うわー、くまモンと一緒にいるわ。これもこれ本当にあれだ、ポーズがさ、さっきのさ銅像と同じだ。そしてこれお菓子かな、桜あんって書いてあるお菓子だ。これも買っていこう。うわーちょっと待って、うわールフィの胃腸パイもあるから買うわ。ちょうど胃腸がね綺麗だったんでね。うわーキリがないな、これやったぜ、来てよかった。あれ、え、ちょっと待ってちょっと店員さんが麦わら帽子かぶってる。ルフィのお母さんですか。あ、そうなんですね。うわこれは新情報ですね、はい、ありがとうございます。じゃあお願いしますえ、すごい、本当だ、みんなかぶってる。うわありがとうございます。どうも。うわ袋まで豪華だわ、ありがとうございます。わありがとうございます。いやありがとうございました。いやすげえじゃん、これは豪華でしょう。手振ってくれてるありがとう。どんぐりがすげえなって感じで、もイチョウの次はどんぐりまみれでちょっとびっくりしてるんだけど、これいます、これ行きましょう。あ、いた、いや普通にいた、普通にいた。あれルフィよりかなんか普通にいるな、後ろから来ちゃった。あら椅子座ってる。あーチョッパーさん、聴診器を左手でこうやって当ててます。ちょっと見てもらっていいですか、こうやってつって、はい大丈夫。あ、ありがとうございます。医者ですからね。そう一瞬さ横から見るとさ、あの隙間があるからこれどうなってんのって思ったら、ほら椅子に座ってんのね、ちっちゃいからね。いやー頭テカテカだね、ゴールデンだね、すごいなルフィのね3分の1くらいの大きさだけどね、実寸大なんだろうねこれね、実物大というか。うわーありがとうねチョッパー、近いから来れて。本当はねゾロとかねサンジとか全部回りたかったんだけど、今日日帰りなんでルフィとチョッパーだけでもっていうことで。いやー逆だよっつってねこうです。じゃあチョッパーにも会えたんでね、チョッパーのフィギュアもあるらしいので探しに行きます。そうここね、そういえば言い忘れてたんだけど、熊本市動植物園ってとこなんですよね、チョッパーがいるのは。あれちょっと待って、旗がチョッパーの海賊旗になってるじゃないですか。ちょいちょいね遊び心がすごいね。あーこんにちは、ここで買えるんですね。わーい、じゃあ、あ、じゃあこれで、はい、お願いします。はい、じゃじゃん。あ、復興プロジェクトって書いてある。そっか、売り上げの一部が、みたいな。すげえ、本当は収益の一部は熊本地震への復興現金として熊本県に寄付いたします。すごい、ありがとうございました。どうも、イエーイ。じゃあ熊本城行こうかな。ブーンブーン、はい、今ですね熊本城のすぐ近くまで来たんですけど、ここでなんかね衣装チェンジできるらしいんですよ。なんか忍者の格好とかね、いろんなのがあるらしいんですけど、着替えてから熊本城行きたいと思います。お願いします。どうも、修学旅行生。ああそうですか、うん、こんにちはこんにちは楽しんでねうわー、うわ昔の風景が、
うわー、こんにちは。楽しんでってね。いや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 、うわー、すごい。修学旅行生がもう、私の知名度も上がったようだな。うん、嬉しいな。お願いします。すごいすごい。あらあら、あー、こんな風になれるのか。あらー、こんな風になれるってことで。それでは着替えて熊本城。ドローン。いろんな種類あったんですよ。あの旅人とか、あの地味なやつもあったんですけど、何言ってんの、赤かピンクしかないっしょってことで真っ赤にしましたね。これ思い出になるかなと思って。初めての熊本城、行ってみましょう。よーし、イエーイ。こんにちは。うわ、なんか逆に堂々といけるね、これ。こんにちは。イエーイ。こんにちは。熊本はいいところですね。うん、うわー、おかしいな、いっぱい着替えてると思ったんだけど俺しか着替えてないな。美味しそうなね、食べ物もいっぱいあるんだね。うわー、こんにちは。ここまで吹っ切れるともう恥ずかしくないんだな。あ、くまモンもいた。ドロン。至る所にくまモンがいるね。てか、なんか本当に昔にタイムスリップしたみたいな。見てこれ、あ、お茶の、お茶のいい香りがする。すごい。うわー、あれ、仲間がいた。熱き思いをこの胸に、我ら熊本城おもてなし武将隊。我らは熊本城おもてなし武将隊で毎日おもてなしを行っている。うわー、冬でもこの格好で。いやいや、わしらは今甲冑を着ておるんだから。あー、少しばかりの休憩中、撮影戦がござります。わしらも別で今甲冑を脱いだ。おお、すごい、うん、今からソフトクリームを買おうかなと思って。すごい、この寒さで。何やらよく見かける顔をしておるような感じがする。こんな何これ、なんか見慣れた顔じゃな。まずい。ドロン。あ、ドロン。あ、どこ行った。どこ行った。あのもの。素早いものめ、うん、うわー、細かいところまですげーこだわってるね。ヒカキンおるやんってなってるやん。めっちゃ寒いやん。デカキンやないやん。ガチキンやん。リカキンやん。楽しんでいってね。リカキンやん。デカキンやないやん。お、もう真っ赤だからもう追跡が簡単。おい、ありがとう。すごい、ほら、なんか俺もう国王になった気分だ。じゃあねー、楽しんでねー。お、すごいすごい、ありがとう。あ、本当だ、ちょっとあのさ、木のさ、隙間からなんかいよいよ見えてきてるな。抜けで見えてきてるぞ、あれかな。うお、かっこいい。すげえ。今んとこ忍者は俺だけだね、おかしいな。おお、あー、このだんだん近づいていく感じがいいよね。うわ、すごい、かっこいいな。あれだね、モノクロな感じでめちゃめちゃかっこいいやん。こんなかっこいいんだ、熊本城って。うわー、めっちゃ遠いけどまだ。うわー、ここ結構すごいベストスポットかもしれないね、これね。さらに進みます。あー、ここだ、ゴールだ。めちゃめちゃいっぱい人がいる。大丈夫かな。いやー、こんにちは。うわー、うわー、こんにちは。これはすごい。うわー、みんな楽しんでてね、楽しんでてね。ブルーハルシュ、ありがとう。うわー、ちょっと、やばいやばいやばい、ありがとうありがとう。うわー、こんなに人がいるなんて。うわー、わわわわわ、抑えて、はい。うわー、すっごい。ハロー YouTube。ありがとう、ありがとう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 。やばい、やばい、やばい、やばい。
そうそう、ありがとうありがとう。いやーそう、このショットだけ撮って私が死守して、イエーイ、オッケー、いやーオッケーこんなに人がいるなんて、わあ、ありがとうありがとうね、ありがとう、イエーイ、ドロン。いよいよここから天守閣、あ、中入れるということで、うわすごい、一番上まで行きましょう。歴史とか書いてありますね、いろいろね。石垣を作り始める1590年ってなってる、すごい、骨組みの模型がドーン、すげー、これ作るだけで大変。なんと熊本城は日本三大名城に選ばれているそうです。熊本の城下を見守るシンボル的存在、熊本城、一番上からの景色を見てみたい。はあ、うわすごい、すごいよ、うわすごい、これは絶景だ、うわすげー、超絶景。お殿様はこの景色を見ていたんだね。やっぱ高い建物が周りにないから、タワーマンションとかと全然違うんだよな、抜け方が。すげえ、あ、手振ってくれてる、手振ってくれてるよ、ほら笑ありがとう。わ、また反対側全然景色が違う、ほらすごい広い、なんか庭園みたいなところがあるな、二の丸広場、めちゃくちゃ広いわ。いや、いいとこだな、マジで素晴らしい。うわ、かっけー。こっからほらちょっと一個下の別館みたいなところが、かっこいいな、この瓦が。シャチホコもいるしね、ちゃんとね、バーンって左のとことか上に。それでは次のラーメン、ボロン、ブーンブーン。では2軒目のラーメン屋さんに、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。やった、タクシーにゴー、センキュー。みんな手振ってくれてるなんていい人たちなんだ。あ、運転手さん、あのやっぱり熊本でよく聞くラーメンって言ったらどういうお店ありますかね。やっぱり文流さんとかは行列店で、うん、あの人気があるんですけども、はい、私あの県軍のですね、あのクーロンっていうラーメンがあるんで、はい、そちらの方が結構背脂が多くてぽってりしてて美味しいと思います。へえ、まあ、やっぱいっぱい人気店があるんですね。そうですね。これからの天外店ってお店行くんですけど。あ、そうですか。天外店も知ってますかね。天外店ももう熊本の人はかなり知ってます、有名店ですね。ああ、そうですか、よかった、はい、天外店はですね、豚骨なんですけども、はい、結構あっさりしてて食べやすくて。ああ、そうですか。はい、結構ニンニクがですね、チップが乗ってるような。へえ、まあ、そうですね、まあ、中毒性のあるような、ね、あ、そうですか。うわー、楽しみだなさあ今、ラーメン屋天外店さんのですね、近くの公園に着きました。真っ暗だ、ひばりが丘公園ってところらしいんだけど、ちょっとね、もう真っ暗なんで、じゃあ行きますかね。いやー、暗い暗い、すげえ寒い、うん、真っ暗だな。住宅街ですが、どこだ、見えてきた、でかい、っていうかライトアップすげえ、来たー、着きました、じゃじゃん、ラーメン天外店。あー、いい香りがする、もう。あー、
気づいたぞ。天外天本店、平成元年創業、同い年です。33歳。よし、いい香りだ。いい香りがします。お願いします。今回はラーメンと焼き餃子をいただきます。特別にラーメンを作る様子を見させていただきました。すごい量の豚骨。スープを器に入れて、麺を湯切りして、熟練の腕前。麺をスープに入れ、細切りのキクラゲとネギを入れ、ここでチャーシューを投入。続いてメンマを添えて、仕上げにすりごま&ニンニクパウダーを大量に投入。完成。お、うわすげえ。うわ、ありがとうございます。うわ、これはうまそうだな。ニンニクの香りすごっ。豚骨だけでなく鶏ガラの出汁も合わせた澄んだスープは、あっさりとした旨味の強い仕上がり。見た目も透明感があります。トッピングにはローストしたニンニクパウダーを使用。ニンニク好きにはたまらないラーメンです。食欲をそそるナッツのような香ばしさがありながら、ニンニク臭さがほとんどないのもポイント。透明感がある。あっさりしてるけどニンニクが効いてる。麺は博多ラーメンほど細くはない、熊本ラーメンにしては太くない珍しい太さの自家製麺。細麺、メンマは流通量の少ない福岡の糸島産メンマを使用。国産のメンマで味もあっさりしており、苦手な方でも食べやすいのが特徴。メンマもチャーシューはすぐに噛み切れるほど柔らかく煮込まれている絶品チャーシュー。甘辛の醤油で味付けされてます。チャーシュー柔らけ、焼き餃子も食べちゃうよ。調味料たち、焼き餃子にタレをつけて、柚子胡椒をちょいつけ、ニンニク醤油漬け、追いニンニクとして無料でトッピングできるもの。さらにニンニクを楽しみたい方はおすすめ、からの紅生姜、からの佐賀一番摘み海苔、これおすすめ。ニンニク醤油漬け、ニンニク醤油漬けをイン、からの紅生姜もパリッパリの海苔も入れちゃおう。パリッ、海苔をスープに入れ、柔らかい、ふにゃふにゃにして食べていく。今ね、店内でこれはやばい、8年前くらいかな、買ってくれたんですね。そうですね、ありがとうございます。美味しいですね、この、うん、そうですよね。いやー、ごちそうさまでした。結構あっさりしてて食べやすいんだけど、乗ってるニンニクチップというかね、あれはすごいジャンキーで、食べやすいけどジャンキーで、こうスカッと全部食べきれる量もそんな多くなくて、僕にぴったりなラーメンでしたね。非常に美味しかったですね。餃子も柚子胡椒も美味しくて、うわ美味しかった、来てよかったです。いやー、そしてね、
外で待ってくれてる皆さんが。美味しかったね。さて帰ろう。じゃねいやーくわー朝のね4時起きで5時ぐらいに家出てね今家帰ってきたのが10時半です夜のいやー最高でしたね朝一のねフォレストアドベンチャーのジップから始まってねあれも行ってよかったっすねちょっと一番上登った時はね大丈夫かなと思ったけど2回目になるとほんと気持ちよかったんででもラーメンはね国定さんも天外天さんもめっちゃうまかったです皆さんぜひ行ってみてください詳しい情報動画の説明欄に載せておくのであとはね熊本行ったらぜひルフィとねチョッパーそしてチョッパー以外もね時間ある方会いに行ってくださいそして熊本城また行きたいね正直ねラーメン屋さんもいっぱい人気店もあってまた行きたいですねさちょっともう本当にいろんなお土産もねいただいたりしちゃったんですけどワンピースのフィギュア開けようじゃあまずルフィね後で知ったんですけどマネージャーめっちゃいっぱい買ってましたこれよし確かに熊本に行かないと買えないからなおおうわーあ思ったより大きいすご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 いえ小田さんの手形まであるよこれすげえなんか細かいの組み立てるのかなと思ったらね全然1個はめるだけうわこういうの好きようわーいやまさか手形まで再現されてるなんてすごいねこれ続いてチョッパーはいおおいいいいああかわいいうわすげえあまんまだまんまだよほらまんま椅子と背中の隙間までまんまうわー聴診器当ててくれたからなチョッパーありがとうなうわーこれもしかしたらさフランキーとかジンベイとかもっとめっちゃでかいかもねうわ行きたかったな全部3日くらい欲しかったね2泊3日熊本の旅にしたかったんだけどねうんちょっとダーツ旅ね日帰りでやってますので大切にちょっと飾っていきたいと思いますあとはね国定さんの家で作れるねラーメンもいただいちゃいましたうわー今度食べさせていただきますありがとうございますはいというわけで今回ね私ヒカキンが熊本で行った場所とか行ったお店とかのね情報すべて動画の説明欄に載せておきますのでフォレストアドベンチャーミサトさんラーメン屋国定さんあとルフィとチョッパー像の場所そして熊本城からのラーメン天外天さんの情報動画の説明欄ご覧ください熊本行く方ぜひヒカキンコースを行ってみてください1日だとねきついからで以前ね第1回は北海道行ってますので、動画見たことがない方説明欄から北海道編もぜひご覧ください次回第3回目はどこにダーツが刺さるか第3回もお楽しみにこの動画もしよければ評価グッドボタンぜひぜひお願いしますこのヒカキン TV のチャンネル登録もぜひポチッとお願いしますその他私ヒカキン Twitter、Instagram、TikTok もやってますので説明欄から SNS のフォローもぜひ最後までご視聴ありがとうございましたじゃんけんタイムいきますよ最初はブンブンじゃんけんポンバーイ登録